日本東京都荒川区荒川荒川は東京都荒川区中央部の町名。現行行政地名は荒川1丁目から荒川8丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は116-0002。広重、名所江戸百景より。当時の三河島村は田園地帯で毎年単庁が飛来したという。 東西に長い菱形をした荒川区の中央部に位置し、荒川区役所が所在する荒川区の地理的行政的、中心部である。地区の北を町や、東を南千住、南を東日暮里及び西日暮里、西を東をぐと接する。また、地区の北東の一角を隅田川と接し、対岸の足田地区と向き合うが、京成本線橋梁を除けば、 直近の対岸連絡橋まで1キロメートルほど離れている。町域内には町工場や商店街、住宅が所狭しとひしめきあった、混合密集市街を形成した下町的光景の見られる町並みが広がるほか、荒川自然公園や三河島水再生センターのような比較的大規模な施設が所在する。住宅地の地下は、 2017年1月1日の工事地下によれば、荒川2の21の2の地点で40万6千円平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。